皆さんこんにちは、デニス・ソウルです。このチャンネルでは選手または個人にフォーカスを当てて歴史やエピソードについてご紹介していきたいと思います。今回はテニス界の絶対王者ジョコビッチを倒す方法について話していきたいと思います。某掲示板サイトでこの題材について取り上げられていたので、今回主観ではありますが考えてみました。ジョコビッチは現在世界ランキング1位でテニス界の絶対王者とも呼ばれています。ジョコビッチは2003年にプロデビューしてから18年間の間に数々の歴代記録を更新してきました。これまでに選手人生の間にキャリアグランドスラムを2回達成、その他にも全豪オープン最多優勝、最多連覇の3連覇、9回優勝、ATP マスターズ戦では歴代最多となる37回の優勝、世界ランキング1位、通算在位歴代1位など数々の歴代記録を持っています。2021年シーズンは55勝7敗で5つのタイトルを獲得。去年1年間での獲得賞金額は906万9227ドル、日本円で約10億4000万円ほどとなりました。史上最強の呼び声が高いジョコビッチを倒す方法を考える前に、まずは彼の強さの秘密から探ってみたいと思います。ジョコビッチの特徴を大きくまとめると3つです。一つ目は、ジョコビッチは全てにおいて非常に能力が高く万能なプレイヤーであることです。彼のテニスには派手さはそこまでありませんが、安定感に大変優れています。フォア、バック、ネットプレー、サーブ、コートカバーの全てがトップレベルでありますが、その中でもジョコビッチのバックハンドストロークは世界一のバックハンドと称され、攻守一体のショットが放てます。二つ目は、圧倒的なコートカバーリングです。ジョコビッチの守備は鉄壁のディフェンスと言われています。ジョコビッチの高い守備力にはフットワークの良さに加え、体の柔軟性も関係していて、一歩遠くのショットや無理な体勢でも正確に打ち込むことができ、左右に振られてもすぐに切り返すことができます。特にバックハンドストロークにおいてはどこからでもエースが取れます。3つ目は、勝負どころで力を発揮する強靭なメンタルです。テニスでは勝負の行方を左右する重要なポイントがありますが、その状況に遭遇するといつもよりも緊張感が増し、トッププロでさえビビってしまうことはよくあることです。しかしジョコビッチはここ一番という時ほど実力を発揮します。彼のメンタルの強さを象徴する試合は、2019年のウィンブルドンで決勝の相手はフェデラー、マッチポイントを2つも握られ絶体絶命のピンチを迎えたジョコビッチでしたが、そこから4ポイントを連取してブレイクバックに成功します。この年から導入された最終セットのタイブレークを制し、ウィンブルドン2年連続5度目の優勝を果たしました。この時ジョコビッチが奪ったセットは全てタイブレークで、その勝負強さが数字にも現れた試合となりました。このようにジョコビッチの強さの秘密は弱点がないということになるのですが、さてこの絶対王者であるジョコビッチを倒すにはどうしたら良いのでしょうか。過去の試合の結果を分析し、5つのポイントを挙げてみました。ジョコビッチを倒す方法、その1、強力なサーブ。ジョコビッチはリターンの返球率が非常に高く、誰よりも攻撃的なリターンを持っていると言えます。ジョコビッチにサービスブレークをさせないためにも強力なサーブは絶対に必要です。2019年の全仏オープンテニスの準決勝、ティエムはジョコビッチを破りましたが、その時のティエムはいろんな球種のサーブを使い、ジョコビッチに的を絞らせませんでした。そのためジョコビッチのリターンはそれほど深くなく、リターンから攻撃されることを防ぐことができました。この時ティエムは特にボディーサーブを多用しています。ジョコビッチを倒す方法、その2、ネット前におびき寄せる。ジョコビッチはディフェンシブベースライナーで、深く鋭いグランドストローク、特にバックハンドを武器としています。そのためベースラインでのストローク戦では勝算が薄いです。ドロップショットやスライスを使ってネット前におびき寄せることで、ジョコビッチの得意ショットの連発を阻止することができます。またジョコビッチはネットプレーをそこまで得意としていないようで、2020年のデータではネット際でのアンフォーストエラーが ATP ツアー平均 19% に対し、ジョコビッチは 24% と少し高めの数字が出ています。ジョコビッチを倒す方法、その3、ジョコビッチのセカンドサーブを狙え。2021年シーズンのデータではジョコビッチがセカンドサーブでポイントを取ったのが 54% という確率で、セカンドサーブの2本に1本はポイントを落としているということになります。ジョコビッチのセカンドサーブを攻めることでサービスブレイクのチャンスが訪れる可能性も高まります。ジョコビッチを倒す方法、その4、リズムを与えない。ジョコビッチはリズムが好きです。そのためそのリズムを崩す必要があります。深いスライスと低いスライスを混ぜてみたり、その中に強打を混ぜてみたりしながらジョコビッチのペースを崩します。
2021年の ATP マスターズ戦ロレックスモンテカルロマスターズ3回戦で世界ランキング33位のダニエル・エバンスに敗れた時も、強風とエバンスがスライスを多用したことでリズムをつかむことができませんでした。単調ではなく予測不可能な状態を作り出すことが重要となりますので、様々な球種を使うこともそうですが、積極的にネットに詰めて早い展開に持ち込むことも一つの手となります。ジョコビッチを倒す方法その5、無心で戦う。ジョコビッチは2021年東京オリンピックの3位決定戦で敗れたカレーニョブスタをはじめ、世界ランキング10位以下の格下の選手に3度負けています。この3選手ですが、去年1年間で自分よりも格上の相手を次から次へと倒しているわけではありません。ジョコビッチに勝利した後、ランキングが急上昇している選手も特にいません。ということは、おそらく無心で戦った結果、ジョコビッチから勝利を奪うことができたのではないでしょうか。格下の彼らには、ジョコビッチに負けても失うものは何もありません。カレーニョブスタは試合後に、ノバクに勝つには 100% の力を出さなければならない。自分の戦術すべきことに集中したと語っています。当たって砕けろではありませんが、世界ナンバーワンプレイヤーであるジョコビッチの胸を借りるつもりで挑んだ結果、自分の 100% の実力もしくはそれ以上の力が発揮できたことが勝利につながったのだと思います。ジョコビッチを倒すためのポイントは5つあり、これを全て実践できればジョコビッチに勝てるはずです。でも、もしジョコビッチのライバルになりたい、ジョコビッチに勝ち越したいとなると、それは非常に難しいことです。ジョコビッチと世界ランキング1位を争うまでになるには、彼のさらに上を行くストロークやサーブ、フットワークなどが必要となります。今のジョコビッチと互角に渡り合えるのは全盛期のロジャー・フェデラーくらいではないでしょうか。鉄壁のディフェンスと言われているジョコビッチですが、その鉄壁を破壊できるほどの攻撃ができるのが全盛期のフェデラーです。史上最高のオールラウンドプレイヤーと称されているように、多彩なプレーが持ち味で、対戦相手によってプレースタイルを変えることができるフェデラーはジョコビッチにとっては苦手なタイプかもしれません。ということで、今回の動画をまとめると、ジョコビッチに1回勝つためのポイントは5つあり、ジョコビッチに上昇するためには全盛期のフェデラーレベルになる必要があるということになります。2022年シーズン、ジョコビッチを世界一の座から引きずり下ろすことのできる選手が現れるのでしょうか。今年の男子テニス界からは目が離せません。ジョコビッチの今後の活躍に注目しましょう。ここまで見ていただき本当にありがとうございます。今回はテニス界の絶対王者ジョコビッチを倒す方法について紹介してきました。今回ご紹介した5つのポイント以外にもジョコビッチを倒す方法がありましたら、ぜひコメントください。今後もこのような動画を上げていきますので、もしよかったらチャンネル登録、グッドボタンをお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。